当に捨てるところがないっていう眉ですよね。うん、あの糞も染めれるし、はい、中身の幼虫ももともと人間も食べてたんですけども、うんうん、食べれるし糸になるし、本当に生きてる命は全て無駄がなく、うん、そうですね、はい、今この幼虫が高タンパクでしょうし、はい、まあ、ここもね聞いたことあるんですけど、鯉の餌になってるっていう、はい、私も新潟のね、うん、出身なんでよく聞くんですけど、ここの幼虫はさらに1年間熟成しているので、うん、寝ててね栄養たっぷりなんで、そういう点では人間も食べる、もともとは食べてたんだ、食べてたんだ、はい、今はさっき の, あの鈴木教授が、うん、あのマグロの養殖に、あ、そうですね、マグロの餌でね、それをずっと食べてたらいいことばっかりですからね、うん、未来は、ね、あの全然白い眉よりあるそうなんですね。あ、そうですよね、その半年間以上寝てる、6ヶ月8ヶ月寝てるっていう、ここが非常になんかねヒントになるような気がするんですけど、うん、あの宇宙にまあ、宇宙の開発っていうか宇宙旅行っていうのが本当にあの身近になってきたっていう、またね次の対談 の, あのお相手がそういう話をするわけなんですけれども、その中でこの間対談させていただいた紫綬褒章を受章したあの川口洋一郎さんなんかはもう寝たまんま寝たまんま浦島太郎のように宇宙に行ってふっと起きてみたら、その年が取ってない、年を取ってないみたいなことをお話されたんですよ。だからこの研究っていうのは宇宙と直結するんじゃないかなっていうふうな気もしたんですね。なんかつながるなっていう、ね、うん、で多分天っていう名前が、ああそうですね、はい、そう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 、はい、上に天山っていう、そうですね、天の川の天ですもんね、はい、本当天のね、はい、宇宙のね、そうですね、岡山さんは天の虫ですので、虫ですもんね、はい、でどんなに研究しても科学では作り出せない糸、そこがいいじゃないですか。なんかもう越境していけないっていうね、うん、もうちょっと人間っておごり高ぶるっていうことでね、うん、いろんな弊害が起きるわけですけども、ね、ね、やっぱり研究じゃなきゃいけないね、はい、かなわないな、うん、おテントさんにはかなわないなっていうね、そうですね、やっぱりもうこうやって農業の方とかと一緒にやらせてもらいますと、うんうん、本当にまさにその通り で,、うん、でこのテンさんもやっぱり猿に食べられたり、いろんなものに害虫に食べられるわけですね。これはもう自然の営みの中で当たり前なんですけれども、ね、やっぱり農家にとっては食べられるというのはもう自分の商品がなくなってしまいます、ね、大変ですが、それも共存して、そうですね、はい、伺いましたよ、その話も感動でしたよ。普通はなんか毒とかね殺すこと考えるんだけど、犬一頭で犬一匹で行くわけでしょ、そこなんか取りすぎない、やりすぎないっていうかね、まあ、それも食うためでしょうがないのかもしれないけど、底網地引き網とか言ってガソーッとこう全部取るんじゃなくて、一本釣りみたいな感覚がしますよね。そうですね、そうですね、次に残しとこうみたいなね、ちょっとちっちゃいからリリースみたいな、ああいうこうなんて言うんだろうな、時間スパンをかけて、はい、今本当に早いですからね、うん、早い何でも早い、もう何でも早い、もう隙間がもうなくなってきてますね。うん、その中で1年、まあ、4回と1回っていうこの時間の長さをね、本当にもう改めて感じさせてくれた私も出会いだったんですけれども、うん、で、うん、やっぱり太陽の光を浴びてて緑色で、これは家の中で、あ、家の中ですね、その圧迫の太陽の恵みって素晴らしい、うん、自然の、そうですね、はい、またこれはこれでそのね染めるというまた技術をね、日本の草木染めとかそういうことの技術のその発展になった、でこれはもう本当にまさに自然を目覚めさせてくれるっていう、まあ、ここがこう、まあ、ある意味寄り添うっていう新たなこともね、私もね本当にありがたかったのは、一本の桑の木プロジェクト、予算プロジェクトっていう中に、まあ、天山っていうのが入ってきたっていう大きなこうレボリューション、自分の中ではね、だから本当にいい出会いだったなっていうふうに感謝してるんですけれども、今日は本当にねお忙しい合間、これは新横浜の方からね、で会社の方を受けなさってるわけなんですけども、お越しいただきまして、本当ネクタイもとってもお似合いでね、私の着物を貸していただきました、ありがとうございます、はい、ということで ありがとうございました。